その気持ち、オイラにもわかるぜ。テンション上げて人を遊びに誘ったのに、相手が全く興味を示してくれないなんて、面目丸つぶれだよな。メンツの問題じゃねえ。荒竹屋の親分として、俺様は常に新しい面白いものを見つけて、子分に楽しさを感じさせ続けなけにゃならん。最初は理解できなくていいが、今に見てろよ。肝試し大会の面白さを実感させてやる。だがしかし、話が戻っちまうが、俺様も鎮守の森なら何回も言ってる。そりゃ最初の頃は確かに怖かったが、今は完全に慣れちまってな。シャブ業の奴らだけを頼りにして何の新しい真似ができるってんだ。参加者をビビらせることができなかったら肝試し大会にはならねえからな。それが原因でまた子分に文句を言われた日には、それこそ俺様のメンツが丸つぶれだぜ。結局メンツの